にディフェンスにコース切られた時、そのディフェンスの後ろに流しました。ディフェンスに前に立たれて、縦のシュートコース、ドリのコース消された時に後ろから上がってきたりしてくれたディフェンスを、このディフェンス関係なく回してるダンスパス、ちょっとだけ難しいですけどね、外に流すパスの解説します。このボールですね、まあ、長いボールはそんなに蹴れないですけど、5メートル、10メートルぐらいだったら通せると思うんですけど、まあ、よく試合中いい感じで攻めてたけど、まあ、ディフェンス味方の上がりも遅かったり、こっちがちょっともたついてしまったりして、もう立たれてしまって止まってしまって、プレーが止まってしまった、あとちょっとでもゴールっていうところで止まってしまった時とか結構使えるのでおすすめなんですけど、まあ、僕のシーン見てもらったら分かるんですけど、これでまあシュート入ることもありますし、まあ、覚えておいて損はないかな。で、このパスなんですけど、まあ、注意すべき点は、ボールを前のところの前に置かない、そうすると届かないのでボールに勢いも伝えられないし、この振り幅も大きく出せないので、ボールをしっかり足元に置く、足元に置いて、この横の振り幅と縦の力をボールにしっかり伝えられるように足元に置いて大きく速く、でまず最初の横の転がしなんですけど、この時に膝伸ばしたまま横に振らない、膝伸ばしたまま横に振ると最後縦で流せなくなるので、横に振りながら膝を曲げて、横に振りながら膝を曲げて、最後この膝を伸ばす余裕を持たすために、しっかりここ上げるとき膝を曲げる、で最後伸ばせるように。でボール自体どう蹴ってるかというと、つま先を進行方向に向けない、ちょっと外にすらしてインフロントでボールの中心からヒップから膝を曲げながら、インフロントで膝下引っ掛けつつ上げるように、ボールここにあるとして、インフロントで行きたい方向に向かって押し出しながら膝を曲げる、押し出しながら膝を曲げるで返す。から足は離れると、それだけボールに触れた時にボールが足から離れていってしまうので、ボールが常に足にくっついているように、足はボールにひっつけてセットする、離すんじゃなくてインフロントをほぼひっつける、ひっつけた状態から内に上げて返せるように、最初からこの状態から腰を開いて伸ばすんじゃなくて、膝を曲げてあげながらボール側面反らして膝を伸ばす瞬間に腰を伸ばす。で最後の最後まで柔らかく、最後の最後の柔らかく、最後の瞬間だけグッと固める、最後の瞬間だけグッと固める、固めるって言うとちょっとイメージ違うかもしれないですけど、あのムチのようなイメージ、最後の一番バチンと相手にダメージを与える瞬間ピシッて伸びてる、この瞬間ムチって硬いと思うんですよ、この瞬間のイメージ、最後の瞬間は柔らかくしなりながらパシッて、最後の瞬間だけボールに対して硬く、最初基本的に柔らかく最後硬く。最後に状態の話なんですけど、反らない、最初の段階で反らない、最初の段階で反ると、この最初の動きの時にボールが足から離れていってしまうので、最初グッと膝を曲げる動きも入れると、体を最初ちっちゃくしていく、ちっちゃくしていって最後に伸ばしながら大きく伸びる、ちっちゃくなって最後伸びる。サイドライン際とかでディフェンスに止められて、一か八かディフェンスの足伸ばしたここを狙ってセンタリング上げるというのも一つの手かもしれないですけど、それも全然いいと思いますし、そこからゴールも数多く生まれてると思いますけど、一つねこう上げるようなフェイントから通して、ちょっとディフェンスの想定外のところ、まあセンタリング上げるっていうのは、まあディフェンスが前についてたとしても、相手のディフェンスからしたらなんか
どっかすり抜けてセンタリング上がってくるんじゃないかなっていうのは想定内のところなんで、まあ、そういう想定外のところね、上げてディフェンスがこっちがサイドライン際に行ったとしてもディフェンスが超ディフェンスじゃない味方が上がってきてくれたらそこのスピードに合わせるように出してそのままあとは頑張ってくれっていうパスをね一つオプションとして持っていてもいいんじゃないでしょうかと思います。ご視聴ありがとうございました。また水曜日生放送したいと思いますのでよかったら見てください。チャンネル登録高評価の方もよろしくお願いします。ありがたいことにチャンネル登録者4万人突破しました。あとね、10万人いったらもらえると言われる銀の再生ボタンも欲しいなと思ってきたのでお願いします。ありがとうございました。